こんばんは、 PR チャンネルファッションカレッジ講師の星葉芳正です。こんばんは、 MC の寺田由紀です。今日は久しぶりに六本木にある宇治東京にやってきました、はい、うん、宇治東京に来たということは、うん、もうあの回なんですよ。そうですね、はい、まあ毎年この時期といえばっていう、はい、早速ご紹介したいと思います。宇治の田野さんと宮本さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ということで、もう今日はとっておきのかっこいいスーツを紹介していくんで、最後までご覧になってください。これ恒例ですか？なんかマンネリ化してないですか？いやいいんですよ。このスーツの回とコートの回は焼肉と寿司みたいなもんじゃないですか、ね、マジですか？それは外せないですね。外せないですよ。今日は宮本さんは最高のマネキンとして、はい、またたくさん来てくださるということなので、はい、ぜひうちの、 あのニューアイドルなんで。ありがとうございます。ニューアイドル、いや、わかんないですけど打ち合わせしといてもらっていいですか？そうですね、そうですね。早速、はい、じゃあ一発目の推しからいきましょうか、はい、一発目の推しとおっしゃっていただきましたけど、もう毎年毎年、はい、僕何回スーパーブリオスーパーブリオって言ってるか。でもね、やっぱり春夏で男性を一番かっこよく見せる生地っていうのは、はい、星葉さん、やっぱりスーパーブリオですよね。そうですね、間違いないですね。その心は夏の宝石って言われてる生地なんですけど。来ましたね、夏の宝石。モヘア、アンゴラヤギさんから取れる、うん、あの糸なんですね、はい、それで作った生地たるや、もう艶が、張りが、色気がすごいんですよ。まさか今着てるやつが、これがスーパーブリオのグレー、あのおすすめの一つのグレー。昨今、うん、スーパーブリオの生地の高騰たるや、やっぱ上がっちゃってるんですか？いや、すごいですね。特にあのスーパーブリオドーメルっていうのはフランスのブランドでイギリス生産なんですね。イギリスがポンドの影響で上がり傾向にありますよね。なのでスーパーブリオは多分最近というかこのシーズンぐらいから扱うとこすごい激減すると思います。あ、そんな上がっちゃってるんですか？この価格の高騰でいうとやっぱちょっと減らしたりとかっていうところが多分多いと思うんですけど、うちは増やしました。あ、逆に逆に増やしました。すごいな、はい、何を考えてるんでしょうね。あるんですね、素晴らしい。じゃあちょっと見てもいいですか？はい、はい、今回5色用意してるんです、はい、まず定番の、はいはい、見ましょう、持ちましょうか、はい、ネイビー別注のなんかいい色出てきましたね。おお、いい色出てきましたね。ちょっとフランスっぽいですよね、うん、あれ、なんかちょっと被ってるな。こういう色が今おすすめです。ちょっと中央な色、グジさんで買ったパンツでございます、うん、ありがとうございます。これも別注ブラウン、ブラウン来ました。かっこいい、これかっこいいでしょ、かっこいい、これめちゃくちゃかっこいい、いいですね、これすごいですね。ちょっと黒い糸が入っているっぽいので、黒いタイとかしていただいても、アズロエマローネでブルー系合わせていただいてもかっこいいと思います。そして僕の着てるグレー、あともう一色。ああ、そういうことなんですね。じゃあここに入るのかな。あ、こういうことですかね。濃いめでいくと一番濃いのがこれですか？そちらの方がちょっと濃いと思いますね。もともとドーメルにあったネイビーです、はい、これはストライプのピッチも指定しました。これも別注なんですね、はい、色をブルーグレーに指定して、はい、この色も指定して、はい、この色ももうちょっと明るいグレーと濃いグレーがあったので、はい、その中間を作ってました。ミディアムにしてました。じゃあこれ以外全部別注ですか、カラーが？そうなんです。わお。しかも、はい、全色にシングルとダブルがあります、はい、おー、なんと。じゃあ実質10種類あるわけですね。そうなんです。ちなみに価格っていくらぐらいなんですか？シングルはね、先ほどちょっと高騰されてるなんていう風な話も聞いてますからね。シングルは18万7千円なんですよ、はい、おー、これってどうですか、星葉さん？いや、素晴らしい価格だと思います。素晴らしい価格、うん、だってそもそも、うん、なんかグジさんで作ってるスーツってコストパフォーマンスが圧倒的じゃないですか、うん、コートとかもそうですし、そのイメージがめちゃくちゃあります。ありがとうございます。クオリティが高いのはもちろん、うん、あれなんですけど、もうその一言で今日もう満足です。あ、本当ですか？ありがとうございます。でもこの針がやっぱり、うん、ちょっと触ってみたらどうですか？なんかこう意思を感じますね。肌なじみとか体にフィットするってすごく大事だと思うんですけど、うん、女性目線でいくとこうパリッとして見えるとか、うん、多少の硬さみたいなものを感じれた方が、うん、おなんかスーツ着てるっていう、男性が男性らしくあるためのスーツみたいな。確かに確かに世界のジェントルマンを魅了する生地ですから、これは。ちなみにシングルの形からちょっともう一度教えていただいて。これは、はい、あの弊社の完全別注で、これメイドバイリングジャケットさん、リングジャケットさんに、ね、はい、縫製をお願いしている弊社のオリジナルなんですけど、はい、形はアームを細くしてるっていうのは一番のポイントです ね、スマートですね。あとこのウエストラインもほんのり細くしてます、はい、うん、今やっぱクラシカルなスーツって業界では結構こう傾向として現れてるんですけど、僕はちょっとインターナショナルなかっこいいスーツを作ってほしいっていう、ファッションに触れるわけではなくて実際ビジネスの場で仕事として使っていただけるっていうスーツを
リングジャケットさんに依頼しているので、うん、トレンド感というよりかはずっと長く、まあ、第一線で活躍していただけるようなグローバルスタンダードってことですね。そうですね、はい、スーツですね、うん、ウツボタン段階入り、着丈も着丈もスタンダードスタンダードですね、はい、していますね。でパンツもワンプリーツの細身を。田野さんで身長は178です。178、はい、でサイズ着られてるのは46です。46、ちなみにサイズはどういう展開で、はい、42から52まで。おお、結構、はい、これってさっき夏の宝石の生地だっておっしゃってたんですけど、はいはい、これってシーズンってどういう感じで着れますか？やっぱり春夏で一番映えますね。このツヤは日差しにもすごく綺麗に、まあ、今見ても光沢がね光りますし、夜のライトのネオンの中でも光ります。ライトカラーだとより分かりますよね、はい、確かにすごい。どうですか、エレベーターでこう前に乗ってたらうわーって感じじゃないですか。まず目つけますよね。ですよね。あと夏場とかだと朝のシャツとか着ていただくとスーパーブリューはすごく素敵です。ちょっとあ、正解モデル、いただきます。宮本さんにそうですね、そうですね、ダブル、ダブル行きました。ダブル行きます。寺田ブラウン見ていいですか？じゃあちょっとブラウン、寺田さんのブラウンですか？ちょっと寺田の好みでごめんなさい、はい、なるほど。実はこのダブルも完全別注です。このラペルの雰囲気にすごくこだわりました。ちょっとラベル大きめですか？そうですね。で非常にこうあのインターナショナルな、よく最近こうナポリ風のちょっとこうラペル広いものとかっていうのもありますけど、これも、まあ、グローバルスタンダードで着ていただけるダブルに仕上げているつもりです。はい、でこれ黒のニット帯とかすと、はい、確かにポケット、これはフラップじゃないんですか？フラップじゃないんですよ。あ、ダブルの方はフラップじゃないんですか？じゃないんですよ。シングルの方はフラップなんですか？指定してるんですよ。パンツのシルエットは一緒。そうですね、あの、まあ、ダブルの方がちょっとフォーマル感っぽく着てほしいなっていうぐらいの感じです、うん、これでもお好きな方はグレーでシングルとダブル買われる方っていうのもいらっしゃるんですか？いらっしゃると思います。ですよね、はい、現に僕ネイビーはシングルダブル両方って思いますし、じゃあちょっとこれだけでも盛りだくさんなんですけど、まだまだあるんですよ ね。そうですよね。続きまして、はい、大好きなフォックスブラザーズ。おー、夏のフォックス。フォックスブラザーズといえば、はい、ずっとおすすめ弊社でしているのがフランネル、うん、フォックスブラザーズといえばやっぱフランネルがやっぱり有名だと思いますけど、夏、うん、はい、のフォックスブラザーズも素敵です、うん、去年からご用意しているフォックスエアーっていうシリーズです。非常に通気性が良くてシワになりづらい、すごく強く寄られているツープライなんですけれども、はい、ちょっとシャリッとしてる感じがありますね、はい、フォックスブラザーズのその良さを残しつつ、うん、インターナショナルにビジネスで使える最強の素材をご用意しました。なんだろう、フォックスブラザーズってもっとがっつりしっかりしてるイメージがあるんですけど、はいはい、うん、春夏用だからかすごく軽いですし柔らかい、針もあるんですけ ど、 あるけど柔らかくて通気性が良くて軽い、うんうんうん、これも夏の最強の素材だと思います。これは形は全く同じです。このシングルと同じ。あ、形はもうメイドバイリングジャケットで、メイドバイリングジャケットでグジ別注の、はい、そうです。これは2色ですか？そうなんですよ。これグレーにライトグレーですか？そうですね、ちょっとブラウンっぽく見えますけどグレーですね。グレーですか？でこれもネイビーではなくてちょっとこうブルーグレー、あの、うん、デニムっぽい、はい、これさっきのブルーとちょっと比べてみてもいいですか？全然微妙だな。フランスのブランド、うん、ドーメル、ドーメル、片やこっちはイギリス。さあどっちが好きかっていうことです。こっちとかだとちょっとこうあのシャツにこうスカーフとか巻いていただいても素敵な色だと思うんですよね、うん、これはもうタイドアップがかっこいいと思います。確かに。ちなみにこのフォックス、これはいくらなんですか？19万8000です。お、あ、もうじゃあほとんど変わらないですね。1万円ですね。お求めやすくはないんですけど、まあ、なんとかそのビジネスマンの方に来ていただきたい、長く愛用していただきたいって思いで、なんとか頑張って出させていただいているつもりですね。これって普通だともっといきます、星子さん、まあ、このクオリティとってこの記事だったら、ね、もうちょっと高いと思う、うん、そうですね。こういう、まあ、ブルー系もおすすめですし、こういうね、ここ最近はあのベージュとか、うん、ライトグレーとかっていうのは非常にこうおすすめなカラーなので、そうですね、こういうストライプも本当に素敵だと思います。これはシングルだけですか？それはシングルだけです、うん、やっぱりあの糸の色の中に白がちょっと多少入ってるじゃないですか。そうですね、夏らしくなりますね。夏らしくなります。宮本さん、着心地いかがですか？はい、その一見硬そうに見えるじゃないですか、まあ、ただ非常に柔らかい、フォックスなのでね、はい、うん、はい、エアー感じますね。
背中見ていいですか、はい、うん、背中かっこいいなと思いまして、ちょっと背中寂しそうじゃないですか、いやいやそんなことないです、ちなみにこれ48です、はい、肩の感じがすごくかっこいいなと思いました、これは生地の素晴らしさもありますけど、リングジャケットさんの作りのこの前肩になっているところとか、この上襟の上りですね、癖取りをしてこうグッとこう上っているところとかが織りなす背中だと思います。ナイス背中です。ナイス背中賞、ナイス背中賞差し上げたくなるスーツですね、うん、やっぱ背中って大事ですよね。大事大事、めちゃくちゃ大事です ね、ドーメル、ドーメル、はい、そしてフォックスと来て、うん、次何が出てくるんですか。セットアップを今回たくさんご用意してるんですけど、はい、まだ一つすごいスペシャルなのが入ってるので、はい、ご紹介したいんですけど、はい、これ小芝さんも多分大好きだと思います。ゼニアのカシコ、おカシミヤコット触ってみてください。失礼します。いいですね。あ、カシミヤコットンって春夏の生地なんですか。春夏、うん、まあ、コットンがベースですからね、そこにカシミヤが多分ブレンドされてるっていう。この柔らかい雰囲気とか上品な感じ、タッチ最高ですね。コットンだけだとさ、この柔らかさ出ないんでね、なかなか。微起毛ってわかる、うん、ちょっとだけ起毛ですか、うん、あ、してるかも。柔らかい感じがね、着ていくといい感じにシワがいきます、うん、シワが行くのがいいんですか。そう、コットンだからね、着れば着るほど味が出るっていう。そうですね、味を出してきてほしいやつ。なるほど、うん、パンツとジャケット別売りなので。あ、これ別売りなんですか。バラバラで、はい、着ていただけます。パッチポケットで貝ボタンにしてます。こちら、おー、なるほど、軽やかに、うん、ちなみにこれどういう、これ価格になるんですか。ジャケットで123,200円、うん、パンツで41,800円、うん、セットでスーツで買うとおよそ17万円。形はこれも基本的には同じです。これもリングさんで、はい、メイドバイリングジャケットさんをお作りしているものですね。仕様がちょっと違います。あ、そのパッチポケットだったりとか、ポケットだったりとか、あとこういうステッチですね、5ミリかな、少しカジュアル感が出るようにしてるんです ね、はい、すね。こういうのって、うん、こうウールのスーツとは違ってどういう風に着ればかっこいいですか。ウールよりカジュアルだね、当然ね、コットンだから。こういうニットタイしていただいてもいいですし、最近はコットンをブレンドしたネクタイとかも出てきてますので、まあ、そういうものを着ていただいたりとかもいいですけど、あとポロシャツ着ていただいてもすごいかっこいいと思います。ポロシャツ、はい、だから今まで紹介したスーツの中で一番カジュアルかな。そうです、よくあるザネクタイを締めてしまうと、うん、ちょっととトゥーマッチですか。まあ、シルク系のものでもしていただいても問題ないと思います。ピシッとしたシャツにそういうシルクタイも OK、はい、ビジネスだとソックス履いていただいた方がいいと思いますけど、うん、まあ、例えば素足にスリッポンとかでもいいと思いますし、じゃあちょっとカジュアルにスーツとかジャケットを着こなしたい方にぴったりってことですね。そうですね。これ色は、はい、これだけです。あ、もうこれもうザッツこれだけなんですね。ウールリネンだったかな、はい、の、 あの他のブランドでセットアップで、セットアップでご用意してます。それはまだ入荷してないですね。なるほど、はい、着てもらってもいいですか。はい、もちろんです。ジャケットだけでも売ってるわけだから、これはこういう風に着るのもいいですもんね。そうですね。そういう時の選び方として、うん、パンツはどういう素材のものを選べば合うとかってありますか。コットンだったらカジュアルになるけど、ウールとかだったら本当にビジネスでも大丈夫ですね。全然大丈夫ですね。秋冬とかのパンツとかはちょっと季節感がばらけちゃいますかね。そうですね。それはちょっとやめ避けられた方がいいかもしれないです。でも最近あれですもんね、あのピッティなんかだとこういうベージュアイボリーに白パンっていう淡い合わせがすごくこう人気なの、うん、これからトレンドとしてきそうなので、うん、そういう合わせを楽しまれてもいいと思います。極論デニムでもいけますもんね。そうですね、すごく使いやすいんですよ。へえ、デニムもいけるんですね。全然大丈夫だと思います。あと何が出てくる、もしかしたら最後にですか、はい、まあ、最後すごいの出てきそうですね、はい、このオーストラリス。オーストラリス、ロロピアナ、ロロピアナだ。もうこれは年中着ていただけるロロピアナの生地を使用してリングジャケットさんに縫製をお願いしている弊社のオリジナルスーツ、うんうん、グジの大定番。そうですね、これなぜ最後にご紹介したかというと、うん、やっぱりこの時期このスーツがいる人が多いと思うんですよね。卒業式、入学式、もうこれ本当に究極の普通のスーツだと思います、うん、クオリティもそうですし形もそうですし、どこに行っても恥ずかしくないスーツだと自負しております。なのでぜひこの時期ご紹介したいなと。これは色はどういう展開なんですか。これは星葉さんお好きなグレー、ネイビー、ブラックです、はい、お3色絶対使うやつですね。でこれにはダブルもあります。ネイビーグレーにはダブル、ダブルがある。黒にはダブルはない。価格は137,500円です。ジャケットがスーツです。え、あれこれが一番お買い得なんですか。はい、え、なんでドーメル、フォックスブラザーズはもう本当に
特選中の特選なので、こちらも特選なんですけど、うん、まあ、ロロピアーナが誇るオーストラリスなので、ちょっとネイビーだけで比べてみましょうか。全然違うんじゃない、ロロピアーナ。これはやっぱり柔らかいじゃない、生地。本当だ。でこっちはスーパーブリオ、やっぱり張り越しが、うん、全然違います。同じネイビーでも、張り越しのスーパーブリオ、ちょっとフォックス借りてもいいですか、ネイビー。フォックスブラザー、この感じでちょっと全然違うんだよね。ちょっと触ってみて、これ、これフォックス。あー、ちょっと待って、あ、全然違う。誰が好き、うわー上司でかっこいいなとか。みんな聞いてると思うよ、ここ一番大事な部分だ。本当ですか、うん、この人とお仕事してみたいなって思いそうなのはこの人です、うん、おお、その心は。パリッとしたスーツが一番ビジネスっぽくて、この人とお仕事したいと思いそう。この人もビジネスなんですけど、うん、優しそうな感じがするので、うんうんうん、同僚とかなのかな。おー、パートナーとかに来てくれてて、これで送り出したい感じかもしれない。旦那だ素敵な旦那様です ね、 ね、素晴らしいです。どうもありがとうございます、せっかくなので、じゃあ、うん、ロロピアーナも聞いていただきましょう、はいはい、お願いします。やっぱりあの星葉さんもいつも おっしゃられてる、このアンダーステートメントっていう、間違いないですね、究極の普通っていう、ドレスの基本はあんまりこう突き詰めていくと気づかれないっていうところが一番大事だと思うんですよね。間違いないですね。このパパはモテますよ。そうですね、ロロピアーナのネイビーっていうのはもう特別なネイビーですもんね。本当にあのコートの時にいつもおっしゃられてます、ね、もう特別なネイビーなんですよ。間違いないですね。品がいい。でも面白いですね、フランスがあって、イギリスがあって、うん、イタリアがあって、それぞれ全然色が違いますね。そうですね、特徴がね。日本だとさ、お好み焼きも美味しいしさ、うんうん、イタリアナポリとか行くとさ、ナポリのピッツァもあるしさ、はいはい、ローマピッツァだと今度薄くなったりとかさ、うん、粉物でも違うじゃん。違いますね。そういうお国柄がいろいろ出てくるわけですね。フランスパンも美味しいし、ね、美味しいし、それはどこが好きかっていうことと、やっぱりシチュエーションに応じて着分けていくっていう楽しみもあるよね。こう年齢とかね、うん、なんかこう部下の方がたくさんできたらグレード上げようとかね、上げようとか、お子さんができたらこういうものを着ようとか選ぶっていうのもいいかもしれないですね。そうですね、あと自分に気合を入れる意味でも着ていただくっていうのもおすすめですね。洋服はね、気合入りますからね。そうですね、もちろん店頭でも試着していただいたりできますもんね。はいはい、生地の違いをぜひあの見に来ていただければと思います、はいはい、店舗にもお越しになっていただきまして、お好みのスーツ見つけていただけたらと思います。それでは最後宣伝。そうですね、宣伝、はいはい、何かありますでしょうか。3月の、はい、20日から4日間、24日まで弊社のレディースビリエッタの恒例の東京ポップアップ開催しますので、ぜひ皆さんご来店いただければなと。僕も一応土日は店頭にて立っておりますので、うん、ぜひ来ていただきたいというのと、名古屋が弊社の3月15日にオープンすることになったんです。なったんですね、うん、リングからオープンということになってたんですが、実はお客様からグジの商品買えないんですかっていう声がすごく多くて、うんうん、一部だけそのグジの商品を買えるようにしたいと思ってまして、うん、このスーツも持っていきますので、うん、名古屋でも素晴らしい3月15日以降このラインナップご覧いただけますので、素晴らしい。そうですよね、皆さん。じゃあ来週から名古屋でも見れるわけですね。このスーツも持っていく予定です、うん、なのでぜひご期待ください。リング史上一番大きいですかね。そうですね、まあ、ぜひちょっと遊びに来ていただきたいなと思っております。3月15日から、はい、15日、はい、グローバルゲートっていう、うん、はい、名古屋駅から青波線で一駅です。歩いても15分ぐらいで、ご来店いただけますし、うん、車でもご来店いただきやすい、はい、環境ですので、ぜひ皆さん名古屋近郊の方、近郊じゃない方もぜひぜひ、ね、遊びに行ってください、はい、行ってください。じゃあ最後ゆきちゃん宣伝を。はい、私寺田ゆき、いろんな SNS やっております。ぜひ皆さんまずはフォローしていただけたら嬉しいです。お願いします。そして、はい、この VR チャンネル以外にもですね、僕が編集長やってるフォルツァスタイルとか、他にミニマルワードチャンネルとか、いろいろチャンネル出てますんで、そちらも皆さんご覧になっていただければと思います、はい、ということで今日もありがとうございました。ありがとうございました。次回はこちらです。藤井さんが来たということは、はい、もしや、はい、ボリオリですか。あ、そうですね、ボリオリではより軽くて、はい、まあ、春らしい色の提案をできるジャケットね。あ、軽いわ、また超えてきた、はい、超えてきたと思う。ちょっと MA1 タイプのね、このね、ボンバージャケットのタイプ、かっこいいなこれ。チャンネル登録はこちら、こちらです。そしておすすめ動画がこちらです。こちらもご覧ください。見てね。